問題 A、整数が N 個入力される。1番目 ×2 番目、2番目 ×3 番目。集約、N-1 番目 ×N 番目を出力しろ。その出力フォーマットに従うとこが一番難しいかな。実はスペースの代わりに改良しても許されるぜ。コードのコピペは説明欄からどうぞ。問題 B、ピアノの鍵盤には、例えば白鍵3個と黒鍵1個の塊はあるが、白鍵4個と黒鍵1個の塊はない。整数 W と B が入力されるから、白鍵 W 個と黒鍵 B 個の塊があるか判定しろ。ピアノの長さは無限オクターブあることにする。白4、黒1で実際にやるよ。ドで始まる鍵盤5個の塊は白3でダメ。ドシャープで始まる塊も白3でダメ。レで始まる塊もダメ。このまま続けてシで始まる塊もダメだったらギブアップ。こんなミニチュアな設定で高速化は考えなくていいぜ。問題 C、正の整数のリストと、それとは別の正の整数系がある。1以上系以下の整数のうち、リストにないものを全部足せ。K は最大20億、リストの長さは最大20万だぜ。 C++ なら2秒で足し算20億回できる？実はできるが、1ギガのメモリ制限もあるし楽ではない。まあリストに入ってる方を足して全体から引いた方が楽だね。全体の方は例の公式を使うだけで、リストの中の方は範囲内にあるか確認して本当に引くだけ。じゃなくて、リストにかぶりがあったら抜いておくよ。過去の動画ではこういう場面でただのセットを使っていたが、セットを破綻させる入力は簡単に作れることが判明したので、今後はやめておく。詳しくはコンテストサイトの解説を読んでほしい。問題 D、0と1が大体交互に並んでいるが、一箇所違う、という列を作りたい。今、手元に何らかの0、1列がある。各要素の値は特定のコストを払えば反転できる。ほとんど交互列を作るのに最低いくらかかるか？列の長さは最大20万。あまり意味はないがコストは大きいぜ。ほとんど交互列ってあんまりパターンないよね。先頭が0か1かと、交互じゃないのがどこかを全部試すよ。まあゆっくりやるとダメだけど、両側から組み合わせれば途中過程をうまく使えるね。あと、1で始まるときは0で始まるときを丸ごと裏返せば OK。問題 E、マスが並んだ盤面があり、はじめ全マスの色は色0。何回か操作を行う。各操作では、ある行のマスが全部ある色で上書きされるか、ある列のマスを全部ある色で上書きする。最後の操作の後、各色のマスは何個あるか？あらゆる数値は最大20万だぜ。最後の状態だけが問題だから、逆からやってもいいよね。そしたら一度塗られたとこはもう変わらなくなるから、塗られた行と列と行数と列数を記録すればできるね。問題 F、そこまで長くない文字列を N 回繰り返した長い文字列がある。あまり長くない文字列がもう一つあり、各文字を同じ回数だけ繰り返して新しい文字列を作る。作った文字列はもう一つの文字列の部分列であってほしい。この時、各文字を最大何回繰り返せるか？ N は最大1兆、文字列の長さは最大10万でアルファベット小文字のみだぜ。例えば3回が OK なら2回以下も OK だから、2分探索できるね。で、2分探索の各ターンで何をするかだけど、単に左から取れるだけ取っていくしかなさそう。文字が26種類しかないのはラッキーで、累積は配列を26本持っておけばどうとでもなるね。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。